皆さん、ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。男女の掟の第3回です。至極の名言をご堪能ください。アリは空中で結婚して、行為の後役目を果たしたオスがたちまち倒れるが、オスの本質的役割が生殖にあるなら、アリの真似をして最初の成功などで男はすぐ死ねばよいのであった。オムネアニマルポストコイトムトリエステ、なべての動物は成功の後に悲しというのは、この無力感と死の予感の痕跡が残っているからであろう。が、概してこの悲しみは女には少なく、男には華々しいのが常であって、人間の文化はこの悲しみ、この無力感と死の予感、この感情の常用物から生まれたのである。性的主権と経済的主権を共に握ることは男性の変わらぬ夢ですが、この考えが間違ってはいないか。資格もないのに両方握ろうとするから女性にバカにされるのである。実際は性的に女性を征服するなどというのは馬鹿げた妄想で、女というものは特殊な条件でなければそういう男性の妄想には屈服しません。要はそういう特殊な条件を想像することにかかっていると私は考える。現代の大多数の女性は経済的主権のあやふやな男性に対しては、たとえ性的満足を彼から得ていても、彼の性的主権というものを心底認めていない傾きがある。しかも男はあやふやなまま両方を握ろうとするから、さっきの青年のような恥をかくのです。痴漢はこんな哀れな存在ですけれど、本当のヴィーナスの像はそこらの女たらしよりも彼らの頭の中に輝いているのかもしれません。なぜなら、見知らぬ女のお尻、見知らぬ女の手に触れ、見知らぬ女の体を覗き見するときに、彼らは女性から人格を完全に取り去ったヴィーナスの各断片に触れているかもしれないからです。男にとって本当に困ることは、女性美の最高の姿であるヴィーナスには、女体のものとしての美が集中され、そこには人格が完全に捨て去られていなければならぬことで、こんなヴィーナスは現実に付き合う女には求めようもないことです。かくて痴漢は男性の欲望の秘められた悲願を代表しているのです。感傷は性的自意識から生まれると私は書いた。まさにその意味で不感傷は戦後の性知識の過度の普及に対する皮肉な反撃のように思われることである。この性的自意識は戦後の言論の自由と低俗な性知識技巧万能の風潮によって使われたものであり、そういう論者は性知識と性技巧をマスターすることによって女性の真の幸福が得られると説いている。これは戦前の女性の社会的抑圧と性的抑圧に対する当然の反動であるが、行き過ぎということは何でもあるもので、それがまた不干渉の増加を促しつつあるのである。四季の中の多くの事情で不干渉は凝った性的意向などで癒されるものではなく、何か自然の発露というような形で人間の最も柔軟な心の再発見というような形で癒されているのを知ることができる。主役は16歳の少年と15歳の少女であるということもあるが、彼らは長ったらしい会話を交わすのももどかしげに、顔を見合わすなりたちまちまるで美しいつがいの小鳥のようにチュッチュッチュッと素早いキスを交わすのであった。そこには快楽が一かけらもない代わりに情熱があった。そして若さが性に対して持ち得る一番良いものは、こうした盲目的な無知の情熱であり、大人たちがそれを美しいというのは、すでに大人たちが
その情熱に潜む苦しみを忘れているからである。それではまた次回をお楽しみに。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。